麦わら屋か。マリンフォードでお前を助けて以来か。何の用だ。お前、黒いキューブ持ってねえか。黒いキューブ、これのことか。それだ、くれ。断る。お前にくれてやる義理はない。俺たち、それがないとここから出られねえんだよ。頼む。そんなに欲しいんなら力ずくで奪ってみろ。嫌だ、お前とは戦いたくねえ。奇遇だな。別に俺もお前らと戦ういわれはない。じゃあな。待てよ、トラオ。トラオ君、一つだけ聞かせて。その黒いキューブは彼女に似た少女にもらった。ああ、確かによく似てるな。だがそれがどうした。それは黒い方か、それとも白か。なんだそれ。強いて言うなら黒っぽい見た目だったか。黒い少女がこの状況を作り出している張本人と考えて間違いないわね。質問はそれだけか。今度こそ行かせてもらうぞ。おい、まだ何かあるのか。黒いリムみたいなやつ、どっかで俺たちのこと見てんのか。見てるんなら俺たちを早くここから出せ。突然何を。本当に現れやがった。お前、いい加減にしろ。俺たちをここから出せ。そういうわけにはいかないわ。あなたたちは私の貴重な残された観測対象ですもの。観測対象？どういう意味？あなたたちが知る必要はないわ。それよりどうだった？縁あるものとの戦いは。縁あるものってさっきの鷹の目やサボのこと？やっぱりあれもあなたの仕業なんですね。少し趣向を変えてみたんだけど気に入ったかしら。サボと戦わせやがって。気に入るわけねえだろ。そう、その割には随分あっさりと戦う気になったみたいだけど、やっぱりキューブじゃためらいはないわよね。じゃあこういうのはどうかしら。おい、なんだこれは。一体何をした。所詮あなたも記憶の世界の住人。私の思いのままよ。トラオ、お前トラオに何したんだ。その気にさせてあげただけよ。さあその男を倒して頑張ってここから脱出してみせて。待てよ、おい。ルフィ、今はトラオ君をどうにかするのが先のようよ。おい、目覚ませ、トラオ。もう言葉は通じないみたい。ルフィ、覚悟を決めろ。こいつも所詮は記憶の中の存在だ。仕方ねえ。お前ら、トラオを倒して黒いキューブを手に入れるぞ。